でもガーシーはさ、はい、だからその今 YouTube でやりますと、うん、YouTube でやって三にされてるわけですよ <laughs> <や>、ね、それは <laughs> あの分かってても言えないことだけど、うん、まあまあ電通 <laughs> とかに金ばらまいてるからいいっていうわけであって「うん、いやお前が悪いんじゃないの?」って「お前がだって八百長するからお前が悪いんじゃねい、うん まあこんな話、俺の話してもしょうがないんだけど。いやいやっぱりでもガーシーすごい。でもちなみにガーシーね、はい、はい、ガーシー借金だどれぐらいあったの先生のあれ。いやまあ借金の全員は僕は正直本当にわからなくて、ただまああのご依頼いただいている分について返さなきゃならない分について返させていただく手続きとかはしていますけど、なのでもうかなり返済とかは進んでらっしゃるのかなと思いますけども<ー>。はい。でも返済 終わったからって言って日本に出てきた時に、うん、やっぱこれ今まで散々言ってきた中で、うん、だってガーシーは多分その。 芸能人仲間とかではやっぱメスとかおごってくれる谷町ぐらいにしか思ってなかったんだよねみんなまあでもお店ではやっぱいろんな方来られてたわけで知名度はあるわけですから、うん、いや難しいですよね多分でも僕もなんか後からいろんな、うん、えと知り合いだったというか、うん、まあ付き合いのあった方とお会いすることがあるんですよ、うん、やっぱりその僕が弁護をやらせていただいてる関係で僕に話しかけてくれる方っていろいろな方がいて。うん 本当にびっくりする僕に話しかけてくる人だからなのかもしれないですけど東谷さんのことを悪く言う人は本当にいないので当時はやっぱり人間関係はちゃんとされててただやっぱりギャンブルで借金まみれにしてしまったんだねお金のところがあるのでギャンブルって怖いなという怖いけどもうしょうがないんですよ自業自得だから俺もそうだしガーシもそうだしさ借金まみれになってさふらふらになって。 だからやっぱシャキマメになっても変なとこで金借りちゃダメだよね。と一、うん、とかさとかやっぱりその相撲の、えーとまあ、ある意味公益ギャンブル化しちゃうとそういう方が増えるんじゃないかって絶対言うじゃないですか。じゃないか言うけど、うん、あのガーシーもでも自己自得なわけよ、うん、これ。もうそういうふうな賢い人はやらないから。 でも、競馬みたいにすそ野を広げていくってなると今までギャンブルしたことがないけど今回初めてベットしていましたって人を取り込んでいかなきゃならないわけじゃないですかだか,だからギャンブルだって競馬だってそれで苦しんでる人山ほどいるわけだけどこうやってテレビでさなんか有名人で「いや!」とかすっきりした!」とか言ってそんななんか有名なやつをさテレビにやってさ何億もかけてやってんだあれ何億も払ってんだあれあいつら本当に。 それを考えると、うんまあ、競馬はいいのかって話に競馬はイメージがいいから、うん、ここで、ね、テレビで電通とかに金ばらまいてるからいいっていうだけであって、うん、こんなのなあ腹立つじゃんそんなのそんな,そんなことでじゃ、うん、競馬はじゃそしたらそれでいいのかとか言って、うん、じゃ競輪はそれでいいのかとか協定はそれでいいのかとか言って、ね、それで売り上げ上げてるわけじゃん、うん、じゃあ公益財団法人で国技だからダメなのおかしな話やなんなの。 それほどっとだって理屈そうですねだからそこだけなんかそれを利用するのはおかしいですよねっいうそこでやっぱりしっかり収益を上げてさ、うん、収益を上げて、うん、ほんでちゃんとしっかり税金払ってさ、うんね、ほんであと力士に。うん だってもうオープンにしてそれで利益上がったところどんどん還元してねじゃあ横綱が10億もらえるようなシステムを作って作り上げてしまえばねど体大きいやつはそのとおりになるよねそうですよねねうす横,<で>横綱って日本にだってマックス2人とかにしかいないのがいいし、はい、大谷ぐらい給料もらってもいいしそれぐらいもらえるようなシステムを作ってしまえばいいわけ。うん 映像も NHK に頼る必要なくそれにアメーバでも協会で作ってしまってそれで日本全国放送できるようなシステムを作ってしまえば別に相撲好きなやつ10万人でも1000万人でだからその中でやったらどんだけ収益上がるか分かってないからそこにずるして一丁噛もうとするやつを全部排除していけばいいんだ 相撲協会でしっかり利益を上げてで相撲協会でちゃんとしっかり、うん、こう一生懸命やった人間に収益をすると、はい、こんなおもろい世界ないのになと思ってそれで一番の根っこは八百長だから八百長をどういうふうにやめていくかとかで相撲協会のヘアシステムもどういうふうにやっていくかっていうことを考えていけば、うん、手っ取り早い話なのにね。 あんな大きい建物があるんだから国技館の半分ビルにして全部そこに相撲部屋に放り込めばいい今国技館の中相撲部屋ってあるんですないない。建物の中にないんですい。でそこに学校作ったりさいろんなとこ作ってそこで全部ねだって歌舞伎でもさ歌舞伎座があってその上ビル建ってんじゃん建ってますねうんそういう風にしてしまえばいいんだでそこの中に相撲部屋三十でも放り込めばいいんだもん確かにそうですね全部そこで 管轄すればいいんんだもんそこで見る側としても上に上がっていけばいろんな部屋見られるんですもんね。でそこで稽古を見て、はい、その後コとおー缶でちゃんこ食べて3,000円でももらえばいいじゃい、うん。東京見物もできて、うん、で東京にお金が落ちてくれてって言ったら東京都知事の人間もだって断る理由がないじゃないですか。 そうですよねめちゃくちゃ集客できますし、まあうん、今ちょっとコロナであれですけど海外の方が見たいですよ、ね、そうそう見たいっていう人だからそれをそしたらその交通公社みたいなそういうのも協会が作ってそれでそこでやっていけば相当お金になるじゃないですか,、うん、確かにいろんなタイプして、はい、でそのスポンサーになってもらえばいいわけだからそういう人らは全部協会の協会のスポンサーになって 教会にお金を入れてて、もらって、うん、そこでちゃんとしっかり税金も納めてと、うん、いうことは公益ううう財団法人でそこまでビジネスしていいのかっていうのは多分なんかあるのかなって気はしますけど、うんうんうん、でもそんなの、はい、だって、うん、そこはだって国会議員の仕事じゃないですかそうですね、まあ、そこをまあどういう形でやるのかのシステムの組み方はそうですよね、うん、そうはい。ううふうにこう、うん 裏も表もあるわけだからそれをどういうふうにこう持っていくかっていうことはもう国会議員の仕事だからこういういろんな楽しみもあるかなと思ったりもするす、うんうん、確かに確かに広げられるはい。それはやっぱり議員にな,<う>なられてもう改革していく中の一つのテーマですし今の話をああなるほどっていやそういう僕も思うのでいやそれは広がってっていくといいですよねなんでしないのっていうことじゃないですかそれには今儲けてるずるして儲けてる奴らが絶対に、うんうんうん もうそんな、はい、もう俺を拒否するしかないじゃないですか、はい、あの野郎とか俺の八百長の話を全部こうコ <laughs>、はい、殺しやがってこの野郎絶対許さねえっていや「お前が悪いんじゃないの?」って「お前がだって八百長するからお前が悪いんじゃない?」でも別に八百長することは悪いって言ってるわけじゃなく、うん、これから八百長、うん、こういうふうな状況になったら八百長っていう言葉が、うん、だから。 ダメになるわけだからうん、うん、だからもう全部相撲協会で全部もう人とかかいにしてうん、うん、で親方もそうだしそういう,ふうに人間がちゃんとシステムをちゃんと作ってほ、うんでダメなものは駄目とそれは10億もらえるんだったらいろんなとこから俺も相撲取りさせてくれって言ってそうです、ね、いろんな力自慢が来るんですよ、はい。 うんうん、来ますよね。そら10億もらえるんだから来るでしょうで、ね。海外から来てもいいわけですよ、ね来。来る来る来た時に、はい、ちゃんとやっぱ日本のシステムをちゃんとやっぱり理解してもらって、はい、でもうそれはもうそれがそれにこう応えられない人はもうやめてもらいますよっていうやっぱ弁護士なりのルールを作ってここでやらないとそこにちゃんと反抗して、はい、でもうこういうルールを破ったら解雇ですよっていう。うん いうここととちゃんんしたらこんなの,城のね親方のおかみさん殴ったからって言ってそういうので弁護士が争うこともないじゃないですかやっちゃいけないわけだからそうですねお茶屋さんもそうだしお茶屋さんの中でもお茶屋がだって こう公益財団法人なのにお茶があること自体もおかしな話でしょ株式会社としてお茶屋さんっていうのは多分一般の方はわからない相撲サービス会社で,ですよねその。はい、誰もわかんないわけですいやそうなんですよシステムが相撲の親方すらわかんないから,<ー>だから各親方のある程度上の人間しか分か、はいうんない、うん、上の人間でも分かんないっちいっぱいあるから<ー>だからある程度牛耳っていうのは23人が牛耳ってるだけだからそこをんとか きれいにして、みんなが分かりやすいように、うん、みんなが分かりやすい相撲協会で昭和30年20年には、はいね、野球の選手と同じような給料をもらってた相撲協会の人間がいかにしてそれに対等になる給料をもらえるようにするかっていうのは、俺の役目だと思って。 さっきガーシーの話ってなんでこの話になったかわかんないけどさでもガーシーはさだからその今だから YouTube でやりますと YouTube でやって100万人200万人って人が集まってみんな見たじゃないですかそうですね当時はほんで三木谷にされたわけじゃないですかそそ原因がそこはまだ今わかってないですよね三木谷にされてるわけですよ より左にされたのはいいけれども、それで結局サロンで。みんな見る、うん、見たい人は見たいわけじゃないですか。うん、そうですね。なんで、ね、で何人いの今、はい。今何人いらっしゃいますか。登録人数は多分、表に出て,出てなかったと思うんですけど。うん、はい。十万人ぐらいいるんだよね。でも、ーガーシー、だから。うん、まあ、ガーシーに、だから、そういう風な。 一緒に働いてくれてる人にも金渡さないといけないけど毎月多くのお金は入ってくるよねラフ収益関係は本当に僕そのプラスの方は僕は見てないのでなんかその、はい、フォローのまあそれは言えないよね <laughs> いやでもいや本当にあの、ね、<laughs> ぼ僕に情報が降りてくるところは多分ないんですよ収益部分は<や>だかまあまあそれは分かってても言えないことだけどまあまあそれぐらいの金は、ね、入ってくるだろうからその分で 入ってきた中で借金が終わってんだからそれはそれでこれからはもうだって収益上がってくるばっかだからそこに対してのやっぱお金が入るってことはそれだけやっぱりこうやっぱもう怖いじゃない10億かえったら怖いから金ないとはもう別に死んでもいいやと思うけど石井選手そう,ななう、ね、10億あれば余計に囲いたくなりますねう ななければないでも関係ねえやとだから常にやっぱりこういう国会議員っていうのはもう金ない,ないでやっぱり世のために人のために尽くすっていうこのこう奉仕の精神がないとダメだよね奉仕の精神が強い人間じゃないと国会議員やるべきじゃないし守りたいもん子供とか嫁さんとかいたらまあ国会議員になったらやっぱりその周りの取り巻きもいっぱいいるだろうからその分生活していかなきゃいけないからっていうのがあるから。 そこんところはやっぱりあ,あるよね。やっぱその弱さっていうの、気持ちの弱さ。うん、ね。だからき、俺今気持ちの弱さは何にもないから、ううか嫁もいなきゃ、子供もいないし、<laughs> ね金もないしって。<laughs> も<う>ぴったりじゃないですか。そうぴったりなんだよね。今。それにやっぱり欲同しくなってお金が入ってくるってなったら。うん まあそこは人間弱くなるよ。すみませんね、政策これしょうもないことわかりますね。いや,いやもう僕はその力尽きとお話ししたくて切るので、あの全然ありがたいです。はい。ちょっと長々と話しますけどいや,いやもう本こんな話で。いやもう,はもう早く国会議員になってください、はい、という話で、ね。<laughs> なった時にはだからまあ、はい、なった時にやっていうか、はいはい、なるかならないかわかんないですよ。まあとこれ三年ぐらいで俺がめっちゃ金儲けしてなんか人間が弱くなってやっぱ出ないと思うかもしれないし。はいはいはい